第四十四回ジャパンカップをドーデュースで制しました竹豊騎樹です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今のまずお気持ちをお聞かせください。いやもうめちゃくちゃ嬉しいです。ドーデュースの走りができてもう本当に良かったと思います。今日スタート前ドーデュースにまたがった時のその雰囲気というのはどうだったんでしょうか。 あのもう彼はいつも通り落ち着いてもうとても状態も良かったのでえもう自信を持って乗ろうと思いましたスタートしてから、そしてその後最後方レースは思い描いた通りだったんでしょうかうんある程度は想定していましたけど思った以上にまあペースも遅くて、まあ、決していい流れではなかったですけどもうあのスタイルを変えないつもりで乗ってたので。 えー、そうですねあの、折り合いに苦労しました、今日それでも3コーナー手前から徐々に進出、決断というところがあったと思いますが、いかがでしょうそうですね、全然ペースが上がれなかったので、ある程度、あの馬がもう本当に走りたがってたので、ある程度生かしたら、ものすごく勢いついて、あっという間に先頭立ってしまって、ちょっと心配したんですけど、まあ、そこから持つのがどうですかなと思います4コーナーを回る頃には、もうスタンドからは大歓声でした。 勝利を確信されたたののはどのあたりだったんでしょう、はい、いや最後まで分からなかったです、まあ、普通の普通というかまあ波の馬じゃ決して最後まで持たない展開だったのでまあそれでもあの最後まで抑え込める本当に乗っててすごいいなと思いましたそんなすごいドーデュースえかつて武さんはこのジャパンカップディープインパクトでも制していらっしゃいますがディープインパクトの子も出走している中 ハーツクライの子で勝ちましたどう捉えていらっしゃいますか、はい、いやまあそこは特に意識はないですけど、まあ、競馬の面白いところかなと思います改めてドーデュースの強さ竹さん、どう感じにになってますかいや本当に前走の天皇賞といいき、まあ、京都いいい本当にすごい末足を持った馬なのでもうなかなかこういう馬はいないと思うのであのいい馬に出会えたなと思います。 そしてドーデュース、あとは暮れの大一番というのもあると思いますが次へ向けて武さんいかがでしょう、はいあのまあ、レース後あの、馬が無事なら有馬記念が引退レースになると思うのでなんとか最後、いい形で締めくくりたいなと思います武さん、ご自身はジャパンカップ歴代単独トップ5勝目です。もうジャパンカップといえば武さん 武さんといえばジャパンカップです、いかがですかいやそんなことは誰も思ってないと思いますけど、いやあの本当に今日はまず一番人気でしたし、そうですね海外からもすごい馬たちが来てくれて、ここはなんとしても勝ちたいという気持ちが強かったので、本当に期待にも応えれて、嬉しいですし、本当にド・デュース、すごい馬だなと改めて思いました。 スタンドにもたくさんのファンの方がいらっしゃいます。テレビラジオを通じてもたくさんのファンの方々がたけさんへ線を送っていました、はい、え、どうぞ最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。え、あの、本当にいつも応援していただきありがとうございます。えー、同デュースと共に今日は本当にいいでスできて、あの勝つことができて、あの皆さんの期待に応えることができて本当に嬉しいです。えー、まあ、同デュースは有馬記念で引退となると思いますが。 なんとか最後も勝って締めくくりたいと思うのでぜひ皆さん応援してください。今日はありがとうございました